皆さんこんにちは、パドマでございます。本日は清この夜の振り付けをご紹介いたします。約1分の簡単な振り付けですので、ぜひ覚えて踊ってみてください。冬の透明で冷たい空気を全身で感じながら、今年1年を振り返り、お世話になった家族や友人に感謝する、そんなイメージで作った振り付けです。今回使っている音源は和楽器バージョンですが、いろいろなバージョンがあると思いますので、いろんなパターンで踊ってみてください。それでは動きを解説していきます。まずは最初のパートです。2種類のステップを使って左右に2往復します。はい、こちらのパートから少しゆっくりにしてご説明をしていきます。3拍子で動いていきましょう。まずは1つ目のステップ、右に3歩歩いて左手で雪を受けるように手を上げます。同じく左にも3歩歩いて右手で雪を受けるようにして手を上げていきます。2つ目のステップ、大きく手を広げながら3歩右に進み、両手で雪を受けます。同じように左に向かって大きく手を広げながら3歩両手で雪を受けるようにして上げていきます。2つ目のパートです。3つの動きを使って右パートを踊ったら左に反転させましょう。ここではベリーダンスのシミーという膝を交互に曲げ伸ばしするテクニックが出てきます。ゆっくり説明いたします。まず右腰から乗り込むように3歩巻き戻すように左にターンした後に、膝を交互に震わせるシミーを6カウントゆっくり両手を上げながら行います。これを同じように左に繰り返していきます。左の腰から乗り込むように3歩戻るように右ターンをしたらシミーを6カウント両手を上げながら空気を感じるようにしていきましょう。3つ目の動きです。このパートは少しドラマチックな雰囲気で踊ってみたいです。ゆっくり説明します。まずは膝や股関節を柔らかく使って丹田や子宮から湧いてくるような縦の8の字の動きを両手を合わせて上げながら行います。右足を一歩踏み込んで両手を大きく広げたら、最後に軽くシミ。最後の動きです。ここは軽やかな雰囲気で足を動かしてみましょう。ゆっくり説明します。まずは左手を伸ばしながら右足を後ろにクロスします。右足を戻したら踏み込んで左足を後ろにクロス、右手を伸ばします。そのまま巻き込むように右足から右に向かって1回ターンをします。最後に立ち止まって降ってくる雪を受け取るようにしてゆっくり右手をアップしていきます。これで振り付けは終了です。何度か繰り返して踊ってみましょう。踊れましたでしょうか。一
1分間の短くて簡単な振り付けですので、ぜひ皆さんも踊ってみてください。実はもう一曲、クリスマスの、ポップなジングルベルの曲でも振り付けをしております。そちらはもう少し、元気な感じで振り付けをしておりますので、できればクリスマス前にそちらの振り付けの動画もアップしたいなと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。